演劇集団青の会 YouTube チャンネル、まめです。高橋です。作家シッタです。はい、ということで今回も、特殊詐欺被害防止寸劇の公演を振り返っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回は、第23回目、今日から振り返るのは10月になります。10月1日に、お、10月入った。お、10月1日に、はい。鳥羽市、鳥羽市民体育館サブアリーナで、オレオレ詐欺を公演させていただいた時の、はい、公演を振り返りたいと思います。はい、はい、10月1発目、はい、はい、1日です。公演でございました。はい、私久々のオレオレでしたわ。そうだ、クーさんも、だね、そうなのよ。お二人は久々のオレオレということで、私はやっちょるけどね。そうですよね。いやでもこのメンバーでやるオレオレは久しぶりですよ。ですね。なんかずっと多分サポートと還付金が多かったのかな。はいはいはい、はい、で新しいのが入ったりとか、キャッシュカウサギ等が入ったりとか、ね、そっか、このメンバーで、この出演者でオレオレをやるのが久しぶり。めちゃくちゃ久しぶり。どうもお久しぶりでございます。お久しぶりでちょっとあの早着替えがあるんで、そうね、ちょっと思い出してこう練習してました。そうね、毎回毎回こうね、そんな顔はしない公演ごとにね、今も変わったりするんで、はい、そうそうそう、久しぶりの練習を、はい、して久しぶりではないけど、着替えのね、お芝居はね、こうちょこちょこやったりとかしても、はい、着替えはね、そうなんです、なんかボタンとかうまく止められる時があったりとかあるんで、それがはめました。今回はめたはず記憶を辿ってます。はめたはずですよ、切れてたと思う、ね、ちゃんと向かい合わせになるので切れてたと思います。はい、はい、10月一発目1日目で、あのなんと大きい会場でしたね。めちゃくちゃ広かったですね。アリーナというあのサブアリーナということで、メインのアリーナとサブとありまして、そのサブの方で、なんか大きかったよね、会場が。体育館みたいなのが隣にあった。そうなんですよ、あのバスケットコート2面分の取れる大きい体育館があって、そこの、隣に、サブアリーナっていうことで、そっちもその行った当初、公演させていただくときは、あの椅子がこうわーって出てて、で舞台があってっていう形なんですけど、なんかどうやら聞くところによると客席をしまって体育館みたいな使い方もできるね。嬉しいですよ。床体育館でした。そう、床体育館でした。そう、体育館のあの床が、あのよくキュッキュッっていうやつね。ああ、あの床キュッキュッっていう、さあ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 、なるほど、なるほど。なのでね、下見に行った時もちょうどバスケットの、え、体育館やったな、そこ。そう、あのあのサブアリーナじゃなくてメインの方でね、ちょうどなんか練習試合みたいなことをされて、バスケットをされてて、学生さんが、あ、懐かしいとか思いながら見てたんですけど、落としてましたね。子供がね、ミニバスから高校までずっとバスケやってたので、その懐かしい、懐かしかったです。キュッキュが、キュッキュがね、キュッキュが、あれなんでキュッキュって言うの不思議やわ、ね、ゴムとなんかわからんけど、まあ、それは知らん。はい、はい、っていう素敵な会場で、一発目、10月一発目からやらせていただいたっていうね。はい、はい、で今回、主催の方が、なんと鳥羽市、老人クラブ連合会さんで、創立60周年記念大会というところを邪魔させていただきました。おめでとうございます。そこで公演させていただいたということで、でなんか当日もそのいろんなこう鳥羽市 の、ま、その創立の記念大会なので、島の方から船でこう会場に来ていただいたりとか、船で、はい、なんか聞くところによって21団体ということで、すごい、はい、いただきまして、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもあの下見の時からなんですけど、あの各地区かな、その老人連合会のこう皆さん、役員さんっていうか、皆さんいらっしゃってて、下見の時からで、その時に、まあ、ちょうどお昼前だったんですよね。そうですね、あら、1時ぐらいから。そしたらあの皆さんもこう午後も兼ねてこう準備をされるということで、おにぎり
っとお裾分けをお茶とおにぎりをお裾分けいただいて、ありがとうございます。下見の時まで本当にお気遣いいただいて、ね、当日もまだお昼も出していただいて、うん、すごい美味しかったの。美味しかったの。うたくさんのね、あの海苔巻き、うん、海苔巻きがすごい美味しかったね。そう、ごぼう入ってた。いや、具沢山だったんでしょうね。うん、言ったよ。言ったな。スケロ崩しね。はい、めちゃくちゃ美味しい。お芋美味しかった。はい。だからもうね、ごめんなさい、食べるものばっかりですけど。いやでもそれだけこうなんだろう、まあ、そういうのに関わらず、すべてこう環境を整えてくださるお優しい皆様、うん、主催様方々なんで、本当にどこ行ってもこの鳥羽さん、トマさんだみたいな私ね、みんなさんだけもうこの会場もね、皆さん主催の皆様もそうですけども、どこ行ってももうほんと皆さん温かく、うん、いい子温かい皆様で、でこうすごくこうなんか環境づくりを良くしてくださって、ちょっとでもよくあのなんかスムーズに舞台が運べるようにっていうお気遣いいただいたりとか、あとはもう美味しかったりとか食べ物やっぱり食べ物やあ、でもね、終わった後とかでも、あの皆さんにご挨拶、うん、あの今回はこうイベント、ね、内容の色彩式典のところに入れていただいて、ね、はい、あの今回で参加だったので、まだ終わった後もまだ継続をね、うん、されてたので、どんちょうが閉まって、はい、どんちょうが開いて始まって、どんちょうが閉まって次の方に、はい、なのでお客様方にね、あのお礼とか言えなかったんですけど、うん、あのご挨拶に逆に来ていただいたりして、うん、あの、ありがとうって、うん、よかったよって、ありがとうって言っていただけたのが、もう嬉しくって、本当に、お寿司もありがとうって。めちゃくちゃ美味しかった。美味しかった。本当に美味しかった。やっぱね、温かい、もうありがとうのその一言が、いや、こちらこそ皆さんにね、お伝えできてましたかって、本当に言いたい感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。鳥羽水族館そう通過してきましたね。で、ね、帰りにちょっと通過で、あの行く時に鳥羽水族館を見ながら会場に行って、で帰りはその鳥羽水族館に吸い込まれるっていう。そう、吸い込まれました。吸い込まれました。はい、はい、私ずっとラッコが見たくて。そう。トバイコール水族館みたいな感じ。キラちゃんとペイちゃん見たい。そう、ちゃんとあの主催の方々もあのせっかくトバ来たんだからトバ楽しんでってって言ってくださったので大丈夫です。大丈夫です。楽しませていただいて。はい、あの私つららちゃんですね。あ、声打ちの。声打ちの。可愛いかな。はい。なんかまあなんかちょっと見れたんですよね。うん、あのなんかこう。あのショー。ショーじゃない。なんかこう触れ合いコーナーみたいな。触れ合いができますよっていうのがあって。ちょっと触らなかったんですけど、私触ったよそう、撮りに行ったらもう間に合わなくて終わってたっていう。触らせてもらえた。で、あのお見送りのとこだけ写真、あのビデオ撮らせてもらいました。バーってやってるところ、うん、そうね、あの代表はカピバラに癒されてました、ね、そう、癒されてました。ラッコちゃん、ラッコちゃん、ラッコちゃんね、でもお昼寝してたんやけどめっちゃ可愛かった。あ、なんかもう本当に寝たらこう浮かんでる、浮かんで寝てるほど陸の上で寝てることを、そうね、水流に流すようなるわーって言ってること、めっちゃ人気でしたね、ラコちゃん、ね、なんかやっぱああいうなんか、あとジュゴンちゃんとか、うんうん、あと、ね、マナティ、痛い痛い、動かなかったマナティ大きかったね、うん、シューってあれ言うね、砂目にもいたね、いたね、なんかすごい癒されましたね、うん、なんかこう静岡って本当何十人ぶりって感じで行った。あ、でも私は遠足ぶりとかかも。え、いくつの遠足？中学校かな。中学校だから私は逆にあの子供が、自分私の子供が幼稚園の時の遠足、うん、で鳥羽水族館とかあったんです。その時以来だから子供がですね、20年ではないわ、20年ぐらい前ですね。20年ちょい前とかね、やったんで、うん、めっちゃ懐かしかったです。はい、あとなんか言われたんよね。何
よ。職場の人にその近所に。あ、そう、あのね、その鳥羽のサブアリーナの会場の隣かなの公園になんかガリバーがおったでしょって言われて、ガリバー、ガリバーって思ってあの大きい巨人のガリバー。そう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 、調べたらなんかガリバーの形をした遊具があるらしくて、あ、こういう、から上のこういうので上半身だけだ、胸から上だけ、うん、そうそうなの。あと埋まってる感じ、埋まってないの、あのね、ここからなんか台に乗ってて、ここは空気で空気地面になってるみたいな。写真見ただけやけど、あ、でもあるんだ、あるんだって。こうなっとって、ここがなんか滑り台みたいになってた、写真では。ちょっと実際見てないから分かんないけど、すぐ近所にあったんですね。あったんですって。いやー、もったいないことした。聞こえんかった。もったいないことした。ちょっと気になった。あ、ガリバーなんか近くになったんやろ。行きたかったな、私ね。ちょっと行きたかった。滑り台、手のこヒューって滑って行きたかった。ここね、ここヒューって。いや、でもいろいろね、うん、観光地なだけあって、ね、ガリバーね、ガリバーは初めてお聞きしましたけど。でもそういう、こう大きいんでしょ、だから滑り台、手が滑り台とかで結構大きい。そうそう、なんか写真で見ただけやけどね。ああ、はいはい。じゃあ、大きそうでしたよ。行ってみたいですね。見に行ってみたいですね。ね、鳥羽水族館また行きたいですね。行きたい。全部行ききれてなかったから。今度、ラッコちゃんが起きてる時に行ってみたい。そう、ゆっくり、ゆっくりこう、ね、ゆっくり、ってやりたいですね。絶対一日折れますよね、あそこね。ペンギンみたいな。あ、ペンギン見なかったから。そうそう、見なかったやん。見損なったとこもあるので、本当にいいとこなので、お客さんも結構ね、歩いていらっしゃって、観光の方もいらっしゃって、いや、あの、いいとこです。もう人も、地域、場所もすごくいい、うん、もう一回行きたい、行きたいね、はい、行きたい、あれ呼んでください、呼んでください。はい、そう、あの実際ね、あの主催の方々に、あのまた来てね、ぜひ来てねって、よかったよって言って、ありがとうございます、まありがとうございます、またね、頑張っていけるように、はい、はい、頑張りたいなと思います、はい、そして、公演を通して少しでも特殊詐欺の被害が少なくなるようなお手伝いがこれからもできたらなと思っております。はい、はいはいはい、では演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またねー。